大島正樹は日本のプロ卓球選手、モデル。京都府綾部市出身。早稲田大学卒業。身長は169センチメートル。体重は64キログラム。靴のサイズ26センチメートル。ITTF 世界ランキング最高位は17位。ダブルス最高1位。段球位は7段。右聖空ら裏,裏ドライブ型。T リーグは木下マイスター。 東京所属。小学2年の時に、兄の影響で TTC キサラギで卓球を始める、綾部市立豊里中学校から東山高校、早稲田大学に進学。中学時代には、陸上も、経験、走り幅飛びで6メートル50という高記録を作っている。京都記録。2015年、早稲田大学を卒業。 2015年世界選手権蘇州大会には森園正隆とのダブルスで出場し優勝した中国ペアに最終ゲームまで攻めあと1点というところで大逆転されベスト8となったが大学生ペア初出場とは思えない強さで世界を驚かせた中国オープンでは準々決勝でドミトリをフチャロフにフルゲームの末に勝利し早知縁には後期に4、3で 世界トップの競合選手に勝利し続け、準決勝で世界ランキング1位の馬竜にもフルゲームまで持ち込んだが、5一歩及ばず3位の結果となった。年末のグランドファイナルは U-21、森リとのダブルスで優勝する。ダブルス世界ランキング1位に、日本代表の中で身体能力は断突。 世界トップクラスのフォアハンドの威力の持ち主でバックハンドを強化すれば世界一とまで言われている。2016年のリオデジャネイロオリンピックの代表を吉村賛治と争うが敗れ、サポートメンバーとして現地入りした。同年のスウェーデンオープンでシングルス優勝を果たす。2017年の世界選手権デュッセルドルフ大会には2015年大会と同様に 森園とのダブルスで出場し、銀メダルを獲得した。5月30日、木下グループとの契約を発表した。2018チームワールドカップロンドンで銀メダルに貢献した。ありがとうございます。